はい、皆さんこんにちは。今日はこちらをいただきたいと思います。皆さんもよくご存知だと思いますが、はい、特に今日はね、珍しいものではなく、ただただお腹が空いて、これを食べようと思ったわけです。なんだっけ、本当はなんか新しいパンがいいかなと思ったんだけど、新しいパン、菓子パンが多くてね、おかずパンで新しいのが今日なかったもんですから、はい、これにしました。はい、では、いただきます。この頃、暑くなったり寒くなったりね、いろいろしておりますが、今日はちょっと涼しいんですけどね。はい。では、いただきます。これね、中身はジューシーというわけじゃないんですけどね。この、同じ身の味です。いいですね。これもいい。あと、飲み物ね。水持ってくの忘れちゃって。これ。なんかね、味はね、コーヒー飲みたいんだけど、もう夕方なんで、寝れなくなっちゃいけないんで、と思ってたら、このデカフェっていうのを見つけましたね。カフェイン、97%。相当カットしてますね。はい。ありがたい。で、どんな味かなと思ってね。いただきます。ね。ちょっとこれどうすんだろう。ここから刺すんだろうね。よいしょ。ここね。ちょっと、ストローがあれだね。ちゃんとやんねえと。ね。では、このデカフェいただきます。香ばしいね。酸味はあんま感じられないかな。まあ、酸味が少ない方が美味しいんだけどね。でもこれ、乳飲料で、やっぱり、ミルク入ってると、まあ、酸味消えちゃうからね。美味しい。コーヒー牛乳っていう感じだね。味はね。普通の。だけど、カフェインカットされてるから、いいですね。さっぱりしてますね。さっぱりしてるのは、カフェイン、カットだからじゃないと思うんですけど。甘さもね、控えめです。はい。それでは、それでは今日は、このあたりで、何の変哲もない動画でしたが、それではまた、次回は、美顔器を出します。はい、ローラーです。はい、それでは、皆さん、また見てくれてありがとうございました。